いいですかまあじゃあそしたらあの始めたいなと思います、えー、と一応 IT を活用したファンとの新たなコミュニティ作づくりというテーマであのい,ただいてるんですけれども、あのー、私常田と申しまして今株式会社ユートニックという会社をやってますで後でもまあ出てくるんですけれどもライトのまあファンアプリみたいなものをちょっとあの私たちで作って なさてててもらってっていうところがまあ最初のきっかけでいろいろご一緒させていただいているっていうまあ武田さんとですね感じなんですけれどもまあそういった形でアーティストのちょっと活動の在り方だったりまあお金の稼ぎ方だったりそういったところの新しい在り方っていうものを作っていきたいなというのが一つの,あのテーマというふうになってます。でそれ始める前はですねコンンサルティング会社で働いててまして IT 系のベンチャーの会社さんのまあ新規事業だとか中期経営計画だとかまあそういうのを作るプロジェクトっていうのをやってますと。でまあ武田さんじゃないですけど自分もあの楽器をやってましてバイオリンをずっとやってましてまあそっちの方でもですねいろいろレコーディングだったりライブだったりっていうのをまあ自分のペースでえー細々とやっていると。 いうよな感じですね言っちゃっていいんですか、これは。言っちゃってもいいですよ、全然僕見てないけど、情熱大陸のも出てますか、見ました、それですね、はいはい、ちらっと出まして、反響が、キングヌーのね、回ですごいメッセージがたくさん来ましたけど、メッセージ来ました、ちょっと出てたよって、動画付きでめちゃめちゃ来ましたけど、何を隠すと、キングヌーのね、お兄ちゃんですからね。 そうで k i、ねはいまあ、キングヌーだったりのレコーディングだったりっていうのもやったりとかしてますね。うん、でえっ、ー、とまと、あ、もテーマとしてこの IT っていうのも使って、えーまあ、新しい時代のファンとの関係性の在り方っていうところを考えるっていうところの上でちょっとですねあの武田さんのすごくこう具体的なジズム的な Tips の話からめちゃくちゃ大きな話になっちゃうんですけどあの、まあ、インターネットって っっってててていいううものののを使がテーマとしああるんですけどじゃあそのインターネットが出てきて何がこう変わったのかまあ特にこのエンタメだったりアーティストだったりっていう領域でどういう変化があの今まであったのかっていうのをちょっと改めてあの考えてみたいなというふうに思いましてまあネットが普及する前ってやっぱりテレビがすごく中心的な存在としてあってまあご存知の通りテレビって規制産業なのでチャンネルっていうのをまあ無限に増やせないわけですね。 のでまあ、あの民放だとまあ6チャンネルとか5チャンネルとかそれぐらいっていうものしか、まあ、そもそも見るものがないっていう状態で、まあ、そこに出てるうー、まあ、コンテンツだったりアーティストだったりテーマだったりっていうものをまあみんなが見て、えー、ましたとなのでまあ集約的な思考性って書いてあるんですけど、まあ、結構みんな同じものをあの好きだったり見てたりっていうのがまあ中心、まあ、そうするとやっぱり国民的なスターっていうのが出てきたりもしますし逆にサブ カルチャーっていうようなところでいくと本当に雑誌とかあの、まあ、もちろんそういう世界っていうのはあったんですけど、まあ、やっぱりサブっていう感じにどうしてもなってしまうというところから、まあ、インターネットが中心になってきますとなるとやっぱりチャンネルってこう無限に作れるわけですよね。ってなると、まあ、あえてこう6個しかチャンネルがないから、まあ、これを見させられてたっていうところから、まあ、好きなものを誰でもあの自分が好きなものを見てればいいじゃんっていう世界になりますと。 でかつまあそういうい同じものが好きな人とネット上でもコミュニケーションが取れて、えー、っていう風になってくると、まあ、やっぱり別にそんなに昔のテレビの時代だとこれ好きじゃないんだけどみんなこれしか見てないからクラスで話あの合わせるためにこれ見なきゃいけないよねみたいなことっていうのもなくなってインターネットの中で好きな人同じものが好きな人とつながってあの、まあ、コミュニケーション取ってあの楽しく過ごせばいいと。 いうことですごくこうコミュニティっていうのも一つのみんなが見てるテーマ国民的なスターっていうところからそれぞれの私たちのスターみたいなところっていうのがそれぞれあの生まれてきてその中でこうコミュニケーションコミュニティっていうのが発生してきてるっていうのがまあ事象としてすごく起きてるなというふうに思ってます。そののの中ででアーーティストトじゃあどういううういいいいここデジタタルインターネットっていうものが影響あったかというところでいくとろくく大きく まあ3段階ですねアーティストの活動を分解して考えるとまず制作ですね、まあ、曲を作る MV を作る歌詞を書くみたいなところっていうところでいうと、まあ、非常にですねもうソフトが発達していてあるいはツール素材っていうのがすごく発達してきていてまあ、極端な話楽器弾けなくても音楽作れるみたいな時代になってきてますと。なのでまあ 楽器を始めるよりパソコンをマスターした方がアーティストに近づくんじゃないかみたいな、まあ、極端に言うとそういうことになってきていますとで真ん中の拡散集客みたいなところで言うと、まあ、SNS バンドマンの方もあのみんな使ってると思うんですけどそういうものを活用してあのファンを増やしていくであったりファンに情報を届けていったりっていうのはもう普通にされているなとで最後のマネタイズまあ今日テーマお金なんでっていうところなんですけど、まあ、結構依然としてですねあのライブ の出演あるいはあの自主ライブでもいいんですけどライブあるいはパッケージ CD あるいはグッズの販売っていうところが、まあ、結構メインにはなっていてかなりこうインターネットだったりデジタルっていうところで環境が変わってるにもかかわらずあのそこって全然あの変わってないなというふうに見えますと。 でまあ、僕らとしては IT に強みがある会社なので、まあ、IT を使ってここのマネタイズっていうところで何かこうこれまでにないようなあ、はい、コミュニティあるいはやり方っていうのを、まあ、できないかなというのを模索していろんなサービスだったりっていうのを今作ってるという中でちょっと武田さんと出会いまして <laughs> あのライトで去年,、ねはい、去年のいつでしたっけ1月とかでしたっけうそうですね冬ですよねで,ねで、まあ、ちょっと今いろいろ一緒にやらせてもらってるっていう感じなんですけれども 本日のテーマ的にもそうなんですけどこのマネタイズっていうところでどうデジタルだったりインターネット上のコミュニティっていうのを活かせていけるかなというところを一つ考えてみたいなというふうに思っています。でまあ僕らがやってるサービスの簡単な説明なんですけど、まあ、アプリを使ってですね月額 のの料金っていうのをまあグローバルのファンの方たちからあのい,ただいてえそれに対してファンサービスということでえライブのストリーミングだったり未公開の逆楽曲だったりまあ内容はあの何でもいいんですけれどもコンテンツだったりまあコミュニケーションっていうものを届けてまあファンクラブっていうものに近いんですけれどもまあいわゆるファンクラブっていうのにとどまらないですねえメンバーシップのサービスっていうのを運営していくというのができるようになってます。 でまあ、せっかく今日武田さんのイベントなのでライトの例でいろいろとお話しできればなと思ってるんですけど、はい、ちょっと武田さんからこの企画の思いだったり、はい、まあどういう内容かっていうのはう、ねはいなんかあれですねすごい宣伝っぽくなっちゃうとあれなんですけど <laughs> そういう趣旨じゃないんですけどね,ねまあギブの精神でねやってますけど、まあ、あのライトで僕らだけの、まあ、僕らあの自体が作った アプリケーションってていいう立て付けでまあ作らせてもらせもましたでライトの「ザルームっていうタイトルのまあアプリなんですけどそうですね作ろうと思った動機としてはバンド活動ってそのライブと CD を出すとかでグッズ販売するっていうところに結構限られてるような印象が僕の中で結構あってでもその裏,の裏側では曲作りこれだけ頑張ったとか全然アルバムに載っけられない曲出したりとか。 でもライブもなんかこうすげえいいライブだったけどその場限りで終わっちゃったりとかっていうところはすごい、あのー、もったいないなっていう気持ちがあって、まあ、それを何らかの形で、あのーまあ、アプリとか IT を使ってお客さんにこうシェアすることで、えー、もっとそのライトのコミュニティというかもう好きな人たちがどんどん集まってくるような場所を作りたいなと思ったのが始まりだったですね。でいろいろとこう やり方を模索している中で、まあ、常田さんに会ってこういうことが実現できるできますよできるかもっていうところでまあなんか一緒にね開発の部分とかもね手伝ってもらったりしながらそうですね結構いろいろのこのそもそもアプリ自体もライト専用のアプリだったりもするのでっていうところですねやっぱり自分の認識してたところで言うと まあファンからするとまあリハーサルだろうが海外のツアーだろうが結構そのアーティストがやってるこうアクション活動一つ一つが結構いいコンテンツになってると思うんでな,るなりえると思うんですけどなんかこう本当に出面が限られちゃっていてなかなかその価値っていうのが埋もれてしまっているのかなと思っていてまあそれをこう引っ張り出してみんなにこう 見せつつ、まあだこうだみんなで話してもらうみたいな場ができたらあの面白いかなっていうのはもともと思ってたところなので何、うん、かこう結構考えてるところが近いのかなっていうところで結構意気投合して一気にやったという感じです、うん、でちょっとせっかくなので今日あの、まあ、実際音楽やってる方も見られてるのかなというところで実際結構あの具体的にどういうことをやってるのかとかどういうのを上げてるのかみたいなところもちょっとあの紹介できればなと思っていてこれは。 ちょっと資料見てないじゃあ僕喋るんで補足あったら教えてください。っとそうそう、ね、ますライトさんだとやっぱインストのバンドって海外でもかなり活動してるっていうのもあるのでその海外のライブの動画だったり、うん、まあ360度カメラで撮ったありもされてるんですけど、うん、まあそういう動画を配信するであったり、うん、まあもちろん国内でもいろいろやられてるのでそのライブの動画っていうのは一つの塊として、うんえー 毎回ではないにしても、そこそこちゃんと配信はしてるっていう結構、ライブ1本配信したりとかしてますよね、まるっとね、やったり海外ってやっぱり日本人はなかなか行けないっていう環境があったりするそうですよね、海外のライブの雰囲気だったりとかっていうのも、画面越しではありますけど、結構伝わるかなとありますそう僕も大好きな人がロンドンにいるので、このネクタイの人ね。 やってもらたいんじゃなですかねぜひぜひお願いしたいいいとと思ますすなるほどそううこでよねあとはその普通に何ていうんですか Spotify とかそういうところでは配信してないけれども実はパソコンの中には入ってますみたいな曲がデモ音源だったり新曲だったり過去のリリースしてない曲だったりそういうものも結構あってあの多分公に出すもんではないとは思ってありつつもそうなんですよ。 まあでも聴きたい人は聴いてなんか盛り上がってくれたらいいんじゃないのかっていうので結構出されてたりとか、うんね、結構だから今回あの僕らのアルバムでいうと「マルチプル」って最近出したんですけどそこに入れようか入れないか迷っててほぼほぼレコーディングギリギリまでこう迷った曲があったりとかしてこれ出すタイミングないよねって話になってあじゃあこのアプリで出したらいいんじゃないっていう話もあるしあとちょっとしたこう曲作りの中でいいネタができてこれは将来的に曲になるんだけどその前段曲作りのこう過程を。 聴いてもらうのを見てもらうのも面白いかなっていうのもあったりして結構未完成のまま全然上げちゃったりとかできてあとはちょっとあの特殊なところというか <laughs> 変化球で言うと。 まあ強速弾き方とかギターのパートの弾き方だったり、ねうん、あと、まあ、あのクイズ企画みたいなものだったり、ね、あと海外ツアーのドキュメンタリーってこれ結構ヘビーですよねなんか3部作ぐらいで俺、うん、はいろいろね入って友達に入ってもらってやったりしましたよねだったりあと結構象徴的だったのがスタジオライブをや一回やった時に、うん、なんか何の曲やってほしいですかみたいなの投げかけをして、うん、そしたらなんかめちゃくちゃ結構来てそう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  一番, <laughs> 一番メントがが盛り上がるっんかライトのファンの人結構あんまりこう出たがんない感じなのか <laughs> ねあれなんですけどその時はすごい一番盛り上がりました盛り上がってびっくりし大量に来てびっくりしたっていう,う結構そのねやっぱファンコミュニティっていうとこもあってこのなんだろう総合的なインタラクション的なうんっていうのも SNS で公開されるとやっぱ違うんだけど、うん、ちょっとこう限られたクローズドな そうですね、うん、SNS っていう感じでそこもなんかすごい面白いなと思ったりして、ねうんまあ、実際会員も結構この時にがさっと増えたりとかっていうのもあるし、ね、これやっぱニーズあんだなとか分かったりそういうのをちょっと手探りでやっていってるっていう、まあ、感じなんですけれどもなんか僕のいろいろやってきてる感覚で言うと結構 YouTuber なんじゃないかな自分みたいな思うことがあったりするんですよね。 結局なんかそういうことなのかもなって思ったりしますけどねんか衣装っていうのはその辺にあるこう題材を使ってみたいな話ですけどバンド活動の目に,目に見えない部分を使っていろいろできるんじゃないっていう意味では結構視点的にはすごいあ同じなんだと思いまして、ね、ですね、うん、なのでまああのバンドのカラーだったりキャラクターだったりあのによってもちろんあの内容っていうのは変わってくるとは思うんですけれども結構こういうところをあの 頑張って盛り上げてみて仲間を増やしていくでかつまあマネタイズにもつなげていくっていうようなところっていうのはなんかまだあんま掘惚れてない部分なんじゃないかなっていうところで、まあ、ちょっと一回考えてみてもいいんじゃないかなっていうのは個人的には各アーティストさんですねあの思ったりはするところかなと思いますちょっとまとめ的な感じなんですけど、まあ、結構そのファンの層っていうのがですねいろいろもちろんあってあのライト層ライトっていうのはライト 軽い方のライトですけどライト層とかまああのミドルとかまあ普通にちょっとライブ行ってみたいとか曲聞いてみたいとかっていうところで言うとまあサブスクリプションスポティファイだったり YouTube だったりまあかなりこう無料で無料とかまあ本当に無料に近い低価格で,ですね聴けるようになってきてこのその,の層が広がってるっていうこと自体はすごくこういいことだとは思うんですけれどもまあ逆にそのじゃあ全部みんなただ無料で聴いて安く聴いて。 あのそれで終わっちゃうっていうと多分まあなかなかこう活動として継続していけないのでやっぱりこのコアな応援していただけるファンの方々っていうところをどうより満足してもらってかつまあそのお金的なところも含めてあのビジネスにつなげていくかっていうところが大きく言うとこの施策のテーマなのかなとは思ってましてそこのこうどういうコンテンツだったらあるいはどういうインタラクション だったらとかいうところの企画っていうのを、まあ、いろいろ出していって、まあ、当たったものを学習してそこをこう掘っていくっていうようなところの活動っていうのがあの、まあ、オンライン上でや,やれていけると一つの、まあ、さっき最初に言ったライブあるいは物販っていう収益の柱にもう一個あの追加されていくっていうようなあの可能性は全然あるのかなというふうに思っているので、まあ、ちょっと是非ですねご一緒したい。 あのアーティスさんだったり興味あるアーティスさんいたらあの連絡いただけたらなというふうには思っております。でちょっとここは前半パートでして後半ちょっと全然違うお話に。